カメラ回してます。はい、じゃあ音をお願いします。おはようございます。はい。はい、村本裕樹です。本日は断罪のランナーウィングさせてもらいまして、晴天にも恵まれ心地よい風が待っております。ただいま、集合の撮影のカメラの転換待ちでございます。いやー、朝も長かったんですけど、もうねテンション高いです。僕がかっこいいね、あげあげで来てますけども、そんなこんなで監督が通りました、はいはい、我が愛しの監督がN 監督が E1 監督なので、信頼のおける監督さんなんでね、今日もかっこいい PV が撮れると思います。でですね、僕の今回新しいスティックなんですけど、そうです。これはまあドリンクなんですけどね。今回の衣装どうですか。そちらとにしましょうか。あ、そうですか。はい。悲しみのクリスタルを打ち砕いたら、枯れ果てた泉は溢れ、ミニギターが現れました。すごいんですよ、形、7弦ギターなんですけど、形を今までの6弦と7弦とはちょっと変えまして、ここにね、プロヒョウちゃんがいまして、ここにブラックブロウンのロゴが入ってて、このギターのボディ、これは光ライティングによって色が変わっていくという不思議なカラーリングをしております。なのでライブで結構いろんな色を隠すんじゃないかなと思ってます。そんな優勝ギターを下げて、今日は朝からお暴れしようと思います。頑張ります。5時にメイクがスタートしたので、昨日はちょうどラジオ収録がありまして、みんなで収録して帰って、撮影の準備、PV 撮影の準備をして、まだまだして、俺はお腹が減ったんでカレーを食べて、ダッシュボード風呂入ってました。泥棒の下もう出発の時間で、今集合を2回撮ったんですけども、はい、もう汗だくです。もう汗だくです。はい、それぐらい気合のこもった女子照明かなり熱い撮ってると思います。頑張ります。あ、銃刀法違反の方がやばいよ。見てください、これ僕のあのね、
このここにこうつくガンベルトが、ガンベルトも背負ってるんですよ。リュックみたいな、リュックみたいな、リュックとパンツが気に入っちゃってね、意外と重いんです。もう気に入っちゃってもうね、気に入っちゃって返してくんないんですよ。さすが和製ブルース・ウィルス。よニューギターもできました。できました。まだプロトタイプです。これあの夜な夜なヒルドさんの修正液でこう絵を描いてですね、描いてねえよ。で修正液でやっちゃったから、このドットマークがね、白の上に白にしちゃって全然見えないっていう。あ、一応これ光るんですよね、蛍光色。Thank you.
ってるのがレースのアームボーグルとかで結構こういうのが繊細なものなんでライブとかやってるとやぶけにしちゃったりするんですけどそれをこうせすらやるのが内側を補強してくださいっていうこうライブ向きの仕様にもなってくるちなみに後ろという感じで、まあ、もちろんまだ EV でしか来てないんですけれどもすごい足が向きやすいのでライブでも身軽にこれもまた受けるんじゃないかなと思いつつ、髪の毛のアクセサリーも結構ね、ハイタッチして凝って感じになってます。ルイザです。アップルパイ食べたそっち敵がいて敵に追われてるんだけどジャスティスがちょうどいてジャスティスの銃を借りて俺が撃つでそれに加えてジャスティスが援護で撃ってくる。でいきますよ。ショートムービースタート、バイオハザードの最初の初心者ゲームのね、はい、万歳のガンナー CD サスですね。一緒コメントなんですけど、今回は、ヴァンパイアシリーズということで、自分のイメージカラーである水力というか緑、グリーンですね。ロゴの色も本当に綺麗な色で、すごく気に入ってます。よく見えるかな。照明のライブとかで、ライブアウトが照明で当たり具合でいろいろ変わってくると思うんですけど、実際は結構淡い色、淡いというか濃い色で、これも好きな色ですね。すごく満足してます。あと衣装的になんか実はですね、襟がいつもと逆ですね。実はあえて今回逆にさせてもらったんですけど、まあちょっといつもと珍しいかな。あとこだわりというかお気に入りはこれ防寒です。実はこれが隠れておしゃれ。あといつもと違うところはここに今までだったら紐っていうかいいんですけど、今回チェーンちょっとハードに決めてみました。なんかすごくなんかこれも珍しいのに気に入ってますね。巻き心地もバッチリですし、ちょっとでも実はいろいろと金属の部分が多いんで重かったりするんですけど、でもすごく軽やかな動けるようにライブでは